これ旗がありますね。ちょっと、これ二代目難波安住と書いてあって、これがあの大門ですね。直参というのはつまり、こちらの親分から難波安住の親分から、はい、杯をもろてる門が約100名です。100名。はい、つまり一番血が濃いという。そうです、方々ですね、この100人というのは、はい、その100人についてる若い人がおるわけですよ。はいはい、服役をしている方も今こちらの組では何人ぐらい。そうですね、約1割50名近く入ってます。今うちで特攻隊長が6年いてますね。どういう役割なんですか、その特攻隊長というのは。その通りですわ、特攻隊長よね。抗争が起こった時にの隊長ですわ。やっぱ自分でもかぶんなきゃいけない、かぶんなきゃっていうか、その最前線に出ていって。そうです。それはこの世界の花形違いますか。あ、花形ですか。大西さんは子供さんは3人おります。はい、もうかなり会社を、長男が会社してます。次男もが喫茶店、で下が女の子ですね。まだ学校行ってます。高校1年ですわ。女の子供さんは私立高校ですか、それとも公立高校ですか。私立です。私立で、やっぱ職業欄とかありますでしょ、そういう、今どういうふうに書いてるんですか。妻がラウンジやってますんでね。妻の職業を書いてますわ。なるほどね。生命保険はね、入れませんねん。入れない。はい。どうしてですか。それは保険会社の方で聞いてください。受付ね。出てくれないと。